everyone! エレクトロニックエンターテインメントエキスポ、略して E3 のイベントが今年も始まりました。アメリカ最大級のエンターテインメントイベント、レポーターのジェシカです。それでは Let's go check it out! 愛しのミッキーに会いに行きたいと思います。 Welcome to Connect Disneyland AdventuresAnd now that, Hi! Oh, did you say goodbye? Oh, here we go. Mickey! Oh, that's so cute! Mickey Mouse. Mickey! So if you reach out and give him a hug, you can actually hug Mickey. How do I? Mickey! There you go. Alright. Yay! Mickey! There you go. This way? Yep. Right down that drawbridge, right into Fantasyland.Right here. Now you have a magic wand. So now if you walk a little further forward, just walk a little forward by point where you want to go. And all right, aim yourself at one of those lampposts, for example. Where's the lamp? Right there. Just do a magic wand gesture. Go. Shoo. Shoo. And you can bring the lamppost to life. So we want like a player to experience not only being in the character's world, but playing in the world with the character.本当にディズニーランドにいるみたいでした。ミッキーとハグもできたし、ハイファイブもできたし、ピーターパンみたいに空を飛んでるのが本当に不思議な感覚でした。これつけてきて本当によかった。日本でも大人気ダンスセントラルの2が発表されました。ダンサーの私にとってはかなり興味があります。早速チェックしてみましょう。新しいゲームがたくさんあるんですけれど、その中で特に注目しているゲームは、難しいですね。個人的にはスターウォーズファンなので、もうテーマ曲がかかるだけでワクワクしちゃうんですよね。まあプレーをするという意味では、今回のキネクトスポーツに入りましたゴルフとか野球とか、ぜひやってみたいですね。私は個人的にはディズニーランドがアドベンチャーのやつが一番印象に残ったんですね。なぜかというと、ディズニーランドに入ってまずミッキーにハグしてハイファイブができたのが、もうものすごく上がってしまったんです。それ以上言っちゃうと問題になるかもしれないな。冗談ですよ。それからダンスの新しいゲームも出ますね。ジェシカさんもダンスされるというふうに聞いてるんですけど。私はダンサーなので早速トライしてみたんですけれども、面白いです。やっぱ流行りの曲から流行りの踊りまでいろいろ入っているので、かなりこれはチェックです。前作は、欧米で発売になってから日本で発売するまで若干時間かかっちゃったんですけども、この次のバージョンについてはですね、ほぼ同タイミングで出してもらえるように今調整をしてますんで、早いタイミングで、このダンスセントラル 2も楽しんでいただけるかなと思います。ぜひ楽しみにしています。ありがとうございました。ありがとうございました。Look, it's Peter! Follow me! Whoa, look at those mermaids! Duck waterfall! Whoa! You're not getting dizzy, are ya? Watch out for the columns!